はい、皆さんこんにちは。榊敦でございます。もう1月ね、8日になってしまいましたね。もう早いわ。松の内終わってですね、もうね、おせちは食べ終わって、また日常に戻るという。でも僕ね、日常結構好きなんですよね。また戻れたわと思ってね、半ば喜んでるんですけどね。毎日ここに来てね、好きなこと喋ってるという。まあ他に仕事もせなあかん、精一杯いろいろやらなあかんことある。事務仕事もあるしね、メールにお答えもしなあかんしね、ね、今日は年賀状来てませんけどね。まあね、いろいろございます。はい。で、愉快なお隣さんね、愉快なお隣さんほんまに面白いですね。いや、何が面白いですね、何度も言いますけどね、あの人らね、あれです、マジでコントしてはるんですよ。もうほんまですよ。いや、あの本人たちはね、一生懸命やってはるんですよ。もうあ、こうやらなあかんで、ああやらなあかんで、こうやってあえでってかでやってはるんですけどね、それがね、やっぱりね、よう見てるとね、面白い、ね、コントなんですよ。いや、これでも一言やからいいですよね、これね。あの、自分らのね、なんていうのかな、偉い人たちがですね、マジでコントしてくれたらね、それはたまりませんよ、そんなもん。あれはお隣さんやからね、こう、笑てられるんですよ。まあでも、幾分ね、日本もね、菅さんとかね、小池のばあさんとかって、なんかコントっぽいとこありますけどね。まあまあ、まあでも、ちょっと感覚が違うんでね、まあまあ、笑えるだけでは済まへんっていうことはありますけど、まあでも、愉快なお隣さんの場合は、もう笑います。ものすごい笑います。時々ね、うわ、あんなこと言うたはるわ、やったはるわ、みたいな。真面目や、あの人ら、と思って。真面目にやったはんやわ、あれ、と思って。真面目に言わはるしね。うわ、それどの口が言うのみたいな。いやいや、あれですよ。向こう中でやってはる分にはね、こっち被害ないんですけどね。時々こう、こっちに関係することでやらはりますんでね。それはえらい迷惑なんで、はっきり言って迷惑。うん。まあ、それはそれでね、やっていくんですけど、もうあらかたね、今ね、僕がこうやって喋らんでもですね、皆さん、愉快なお隣さんがですね、偉大なコント国会ということをですね、お気づきだと思うんでですね、まあ、みんな笑うて済ませられるんですけど、そのね、あんなコントあんで、こんなコントあんでっていうのは、この動画の役割でございましてですね。年も明けましてですね、愉快なお隣さん、何が好きってね、世論調査大好きなんですよ。もう毎週毎週やってはるんですよ。それ母数がね、500とか1000とかなんでね、あんまりね、あれなんですけど、でもなんか微妙にね、数字はね、追ってくるんですよ。へーっていう感じで。それから多分ね、真面目に答えてはるんでしょうね、アンケートとかって。日本人ってね、どっちかというと、普通の一般人は政治に関心薄いでしょ。政治に関心薄いのが当たり前。関心持ってはる人の方が珍しいってですね。どうでしょうね、僕らおっさんの会話でもですね、安倍がどうのとか菅がどうのっていう話になる確率なんて1割もないんちゃうやろか。そんなことよりも商売どないやみたいな、マンション売れてるかとか、土地ちゃんと仕入れられてんのとか、近頃ワンルーム業界でやねんとかって、ホテルの連中動いとるみたいな、そういう、まあ、業界的にはそういう話をしますし、メディアの人とはですね、こっちがなんかマンション市場の話とか、不動産市場の話をして、ほんで、ああじゃこうじゃこうじゃってね、今どうなんですかとかって、経済ね、経済とか政治の動き、あそこでね、若干、政権どんなんやろ、その解散いつなんとか言って、新聞社の人とかと喋るとね、解散っていつなんですかってこっちは聞いたりする。まあ、だいたい向こうは、なんか、何らかのね、僕らの知らん情報を持ってはるんでね、それを教えていただいてね、それはまあ、大きにありがとうっていう感じ。まあ、お互いね、情報を交換し合ってるという感じでございますけどね。愉快なお隣さんの場合は、ほとんどの人がですね、政治に関心を持ってるわけですね。なんか聞くところによるとね、向こうの新聞はね、5面ぐらいまで国内政治らしいですからね。日本の政治なんて5面までね、語るネタないやん、みたいな。ほんま語るネタないけど、向こうはあるんですって、政治に関心深いんですって。せやしね、毎週のようにね、世論調査してはるんです。まあ別にまあそんな別に関係ないでやってくれないんですけど、その世論調査の中にね、その次期大統領に誰がふさわしいかってなんて。で、私もそんなね、人物解説ができるほど詳しくはないんですけど、最近トップに立ったのはユン・ソクヨルさんという方ですね、検察総長という方ですね。この方がですね、次期保守系のトップなんです。
で、不思議なことは、このユン・ソクヨルさんって現職の検事総長なんでね、次期大統領選挙に出るとか出えへんとか、もう、一言半句も言うたはらへんわけですよ。ただみんなのために役に立ちたいって一言言うただけで、この前それを理由にですね、検事総長を降ろされようとしたんですよ。罷免かな、罷免やったかな、停止やったかな、なんかそんなんで、いや罷免かな、罷免の理由にされてたみんなのために役に立ちたいってまあね、もう笑い事ですよ、ほんまに僕らにとっては、で一元半区もね、保守党から出るとは言うたはらへんですけども、あれですね、野党はカリカリしてるわけでして、で国民もですね期待してあるわけですよ、ユン・ソクヨルさん大統領にならへんかなと思って。でこの方、保守党から出るとか保守系の党派から出るとか言ってますけど、保守系の党派もこの人はですね、ユン・ソクヨルさんはかつての自分らのボスであるパク・クネさんをですね、挙げた人間なんで、あんまりよろしく思っていない勢力もあるわけであって、必ずしも保守統一候補になるとは限らないわけなんですけども、もうあれですね、外野はかまびすしいわけですよ、この人がもし大統領だったらって言うてるわけですね。で他、まあムン・ジェインさんの後継者、景気道知事ですか、なんか知りませんけど、僕名前も知りません、名前というかこう人物認識がないんで何とも言えませんけど、お隣さんの場合はですね、2期はできないですね、1期限りなんですね。で1期5年なんですよ。でその5年が来年までということですね。来年大統領選挙があるんですけど、で仮にこのユン・ソクヨルさんという方がですね、まあ、与党でも野党でもいいんですけど、大統領になったら、このユン・ソクヨルさんという方は、もう忖度しないですよ、日本風に言うと。政権に忖度しないことを信条となさってるわけですね。だからかつてはパク・クネさんを挙げて、今度はですね、ムン・ジェインさん側の、要人を挙げようとしてるわけでして、まあ、それとまあ、うまくいくかどうか分かりませんけど、そうなるとですね、あれですね、この方が大統領だったら、やばいのは今のムン・ジェイン政権の人々およびムン・ジェイン本人なわけですよ。まあ何もしてあらへんかったらいいんですけど、いや人間ね、なんかありますよ、そんな探ったら、叩いたら、叩いて怒るのでやつはおらへんとかって言いますけども、まあなんかありますがな、なんかありますから、きっと出てくるんでしょうね。でこの前、息子さんがいるって分かりましたよね、ムン・ジェインさんに。なんかの補助金を受けたとかいう話をしました。こう、何もしてへんから大丈夫なんて思ったらあかんのですよ。まあ、日本でも行く分そうですけど、かつてそのもう古い話恐縮ですけども、40年ぐらい前にロッキード事件ってあってね、もっと前かな、田中角栄さんは5億円をもろたからっていう、5億円の収賄でこう逮捕され起訴されで裁判してたんですけど、田中角栄さんはね、どうやらね、5億円もらったというね、こう記憶はないらしいんですよ。で秘書が勝手に持ったかどうかそれは知りませんよ。でも5億円っていうお金やったら、多分本人認識しなあかん額やと思うんですよ。当時の5億って今の20億ぐらいですからね、感覚としては。それは本人認識しなあかん額なんですけど、当人をもらった記憶がないで俺は無罪やと思ってるらしいんですけど、まあ結局角栄さんがお亡くなりになったんで裁判は結審しませんでしたけども、ゆかのお隣さんの場合は、何もやってへんと本人は思っていても、そんな、どうにでもなるわけですよ。どうにでもなるところがですね、また愉快なお隣さんの愉快なお隣さんであるがゆえのところなんですけどね。なんで、ユン・ソクヨルさんがもしかして大統領になってしまったらですね、もう、これはほぼ確実に、伝統、愉快なお隣さんの伝統としてはですね、前、プレビアスプレジデントはですね、プリズンに行くっていうのはですね、ほぼ確定してるんですよ。だから行くんちゃうの。いや、だからね、必死ですよ、ムン・ジェインさんも。次期大統領にユン・ソクヨルは絶対なってほしくないわけですね。絶対なってほしくないし、自分の後継者でないとですね、保守党から大統領が出た分にはもう、これはもう、プレビアスプレジデントはですね、即プリズンなんですよ、もう。これが伝統ですから、この伝統はね、牧取されるんです。ですからね、もうムンさんにとってはね、自分が刑務所に行くか行かへんかというのがですね、次期大統領選挙であって、その次期大統領選挙前哨戦がもうすぐ行われるソウル市長選挙、プサン市長選挙なんですよ。ここに全力を投入してですね、あらゆる手段を使ってですね、あらゆる手段っていうのはですね、我々の感覚で言えば全部合法的なことなんですけど、いや向こうは何でもありですよ、何でもありですよ、いろんなことやると思いますよ。あらゆる手段を動員して、この4月の選挙にはまず勝つと。で、それで来年の本ちゃんの大統領選挙に勝つと。
ただ選挙に勝つ負けるというだけではなくてですね、自分がブレずに行くかどうかって、そこのですね、こう、境目になってるわけですから、この負けられないですよ、この選挙はほんまに。アメリカのね、トランプさんは、大統領辞めたら訴追されるとか言ってますけども、あのレベルではないですからね。あれはまだ逃げる余地がいっぱいあるし、自分で恩赦しとくとか、いろんな手がありますけども、愉快なお隣さんはそういうことはないんでね、もう必ず、マストでプリズンですよ。マストゴートゥープリズンなんですよ。というね、今年から来年にかけて壮大なコントが見られますよと。まあそういうお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。